朝6時45分、沖縄県宜野湾市です。起きてみたら鳥の巣がひっくり返って落ちてます。中身はないようです。これはどうやらこれの上にあったやつだと思う、この木の上にあったやつだと思うんですけど、なんかこの木自体がちょっと、どの枝がってわけじゃないんだけど、なんとなく空が見えやすくなった感じです。この、よいしょ、おお、重い。あ、刺さってたんか。折れてます。これは、そこの枝が折れてるんですね。高い枝が、太い枝が割と簡単にポッキリいくという、ものすごい事態になってます。やはり吹き返しの方がだいぶ強かったという感じですね。おぉ、オクラがこのように、めちゃくちゃ揺れてまして、これは剪定したやつなんですけど、剪定したのは無事なんですが、剪定しなかったやつはぐんにゃり倒れてます。ここは昨日よく放送してたところです。右の方のこのいっぱい生い茂ったやつがぐじゃぐじゃになってて、芋はそれほどボロボロでもないけど、昨日よりはだいぶボロボロです。ちょっと見えにくいんですけど、遥か遠くのバナナの木が、バタバタ倒れてるところがあります。おお、寒っ。ものすごい雨が、ものすごくもないな、なかなかすごいぐらいの雨がザーザー来てます。やはり夜のうちの方がすごかったようです。雲の流れが反対になってます。なかなかの規模です。こっち側の部屋は逆に無事なんですけどね。あー、だいぶ楽しい感じになってきました。沖縄県宜野湾市でした。